質問は、漠然とした苦しみを抱えている。まず、それは どんな感じの苦しみなんですか？どういう時に苦しい？まあ、いろんな場面があるんですけども、うん、昔からあるのは、その特に冬になると、この水の出ちゃうあたりが苦しくなるっていう苦しみがありますと、うん、まあ、それは以前もお勧めしたんですけども、うん、まあ、夏の暑い間では割とそれほど苦しくないんですけども、うん、まあ、冬になると苦しいっていうのは、それも漠然とした苦しみですし、うん、あと、まあ、家で一人でぼーっとしている時に、まあ、苦しくなると、うん、まあ、そういうのも漠然とした一人でいると苦しい。でも一人じゃなくても彼女といてもずっとゴロゴロしてると、うん、それもそれでまた苦しくなるんですよね、うん、なんで一人でいると苦しいと思いますか？うん、自分を感じられない、うん、自分を感じられないからですよね、ね、この自分っていうのは何？自分は本当の自分はその感情の部分ですね。自分っていうのは、自分というのは何？自分が我の方ですか？うん、この自分っていうのは我ですね。ね、我を感じられないときに苦しくなるのはどうして？我が感じられない、我っていうのは何だと思いますか？我は、うん、価値が結びついている。我というのは価値と結びついているね。価値と結びついている。を感じられない。なぜかっていうと、価値っていうのは人が自分を認めてくれるって、そう、人が自分を認めてくれた時に自分には価値があるというふうに感じられるわけです、うん、ね、そうすると一人でいると自分を感じられないっていうことは、だから人から認めてもらっていない、人から認めてもらってないと、なんで苦しい？自分の価値がない。うん、自分には価値があるともね、感じられないってことですからね。一人でいると、自分には価値があると感じられない。そうそう、なんで苦しい？価値がね、価値があるとどうなの？価値があると、価値があると認められるじゃないですか。価値があると、私に価値があると、ね、価値があると、人の方から、うん、私を大事にしてくれるっていうふうに思うっていうことです、うん、ね。それが一人でいると価値を感じられないとどうなる？価値を感じられないと、そんな
価値を感じられないってことは自分を感じられない。いいですか。価値を価値があると、価値があると人の方から自分の方、自分に対して大事にしてくれるっていうふうに思うってことです。一人でいると価値を感じられない。価値を感じられないとどうなる。この図は私に価値がない、ね、価値がないとしたら、うん、そのやりとしたらやりとしたらなくなっちゃうんですね。価値がないとしたら、ね、価値がないとしたら、ね、人は私に対して私のことを認めてくれる。私のことを見向きもしなくなるんじゃないか、ね、こういうふうに思ってると。価値があれば人は私の方を見てくれる。価値がないと人は私の方を見てくれない。それでなんで苦しいんですか。なんで苦しい。なんで苦しいんですか。まあ、もともと苦しいんだと思いますけども、なんで苦しい。自分で自分のことを認めていない。うん、なんで、なんで苦しい。価値があると人がね、私の方にやってきて大事にしてくれるっていうふうに思う。でも一人でいると価値を感じられない、ね、価値を感じられないと、ね、価値を感じられないと人は私に対して、ね、見向きもしなくなるというふうに思う。この苦しみっていうのは何。自分が大事にされていないから。苦しいっていうのは何。苦しいっていうのは、この苦しいっていうのはどういう苦しみ。どういう苦しみ。その自分を感じられないっていうことはどういうこと。苦しい、苦しい、この苦しい、いいですか。もう一回言いますよ。価値があると人が私の方に、ね、やってきて大事にしてくれるというふうに思う、ね、大事にしてくれると思う、ね、人がいない一人の時は自分の価値を感じられない、ね、価値を感じられない時に、ね、その人がやってこないのは私に価値がないからだっていうふうに思うわけです。価値がないからだっていうふうに思う、ね、この苦しみってどういう苦しみなんですか。この苦しみっていうのは、この苦しみ、漠然とした苦しみがある、それが取れてない、ね、何が苦しいんですか。何が苦しい。何のために価値が欲しいんですか。価値が欲しいのは大事にしてほしい。うん、大事にしてほしい、大事にしてほしい、ね、でも大事にしてもらえたならば、ね、一人の時に苦しいと感じるっていうことはないんじゃないですか。それはやっぱり自分で自分を大事にしてないってことではないですか。自分で自分を大事にするってことはどういうことなんですか。自分の感情を大事にする。自分の感情を大事にするというのはどういうこと。この苦しい、苦しいっていうのは何。苦しい、苦しいっていうのは
苦しい、一人でいるとなんで苦しいんですか。ここなんです、ここね。一人でいると普通は普通の人は気楽でいられるんですか。うん、一人でいると苦しいんじゃなくて普通は逆ですか、楽しい。一人でいると楽しいわけないじゃないですか。一人でいると、そう、寂しいんです、うん、ね、これが正常な感覚なんです、うん、いや実はそこもあの疑問に思ってた、その苦しいと寂しいっていうのはどう違うのか、それもあの疑問に思ってたことなんです。寂しいのは感情、苦しいのは感情みたいな。寂しいのは感情。え、理性ですか。いやいや違う。苦しいのは寂しいのは感情。もう苦しいのも感情な感じです、ね。この感情をね、否定すると苦しくなる。そう。ね、だから一人でいると寂しいなら分かるんです、寂しい。でも加住さんの場合は一人でいると寂しいと感じるんではなく苦しいっていうふうに感じるわけです、ね、なぜかここがポイントなんです、この話の一番のメインの部分ですよね。ね、一人でいると寂しいなんなら分かる、それが苦しいっていうふうに感じるのは、ね、これはどうしてなのかっていうこと。あの寂しいっていうのは隠れてあるわけですね。だから一人でいたらね、自分を感じられない、自分を感じられないから寂しい。この場合の自分は感情なわけですよ。だけどこの場合、かすみさんの場合はね、一人でいると苦しいになってる。苦しいっていうことは、ね、自分を感じられないっていう、このね、一人でいると自分を感じられるのの自分は我なわけですよ。ね、この辺をうまく解き明かしていただきたい。この辺を。ね。だから一人でいると寂しいってならなくちゃいけないわけ、うん、でもかすみさんの場合は一人でいると苦しいになってる。この苦しいっていうのは価値を感じられないから苦しいわけです。普通の人は学科があるんでその苦しさがあまりない。いや普通の人はやっぱり一人でいると苦しい、ね、苦しい人が多いと思う、ね、でもやっぱり仏教っていうのはね、一人でいると寂しいなっていう風にならなくちゃいけない。それが一人でいると苦しいになっている。この違いなんです。この違いがこの質問の一番のミソの部分なんです、ね、あれ一人でいると寂しいはずなのに苦しいっていうふうに感じるのはどうしてなんだろう。ここなんですよ、ね、一人でいると苦しい、ね、多くの人はね、その一人でいると欲に流れていくわけです。でも苦しいっていうふうに感じるね、のはどうしてなんだろう。それはこの図と関係してくるわけです。価値があると人は私のことを大事にしてくれる、ね、だけど一人でいると価値を感じられない。価値を感じられないときに私はどう思うのかっていうことが大事なんです。
だ価値を得られないと苦しいと感じるってことですか、うん、そう、価値を得られないとね、苦しいっていうふうに感じるのはどうしてかってことです。このやっぱりそう、価値が自分だと思ってる、価値が自分だと思っている、価値が自分だと思っていると人が私のところに来ないってことはね、一人でいるってことは自分を感じない、価値を感じられない、価値を感じられないとどうなる、価値を感じられないとなんで苦しいんですか、価値を感じられないと。そのがっていうのが感じられないそのがっていうものが、一人でいるとがっていうものが感じられない、これは一緒ですね。彼女と一緒にいたら、うん、本当は寂しくないはずなんですよ、うん、一緒にね、このまったりとしてるだけでもね。だけどそれが苦しいっていうふうに感じるっていうことは、彼女がね、かすみさんのがを認めてくれてないからです、うん、そうするとなんで苦しいんですか、それは価値を自分だと思っている感じで、うん、価値を自分だと思っている、うん、価値は自分だと思っているけど、価値が感じられないとなんで苦しいんですか、価値を感じられないとなんで苦しいんですか、なんで、なんでその感情の方を見てないから、感情の方を見てない、いいですか、苦しいのは、苦しいのはこの感情を否定してるから苦しいわけです、ね、感情を否定しているから苦しいわけです、ね、そうすると価値ね、価値を感じられないと、価値を感じられないとなんで苦しくなるんですか、それは価値を感じられないと、価値を感じられないと、それは今までだったら何だか聞いてきたことですよ多分。まあ聞いてきたら、これが私のイメージなわけ、いいですか、うん、私っていうのは価値のある人間で、みんなが私のところにやってきてくれるっていうふうに思うってことです、ね、それをこの価値を感じられないっていうことは、ね、自分を感じられないっていうことなんです。自分を感じられないとなんで苦しくなる、その苦しいっていうのは存在価値がないと、うん、苦しいっていうのはね、感情を否定して苦しいわけです。うん、価値を自分だと思うってことは、うん、価値を自分だと思ってるってことは、それは感情を否定してることになるってことですか、価値を自分だと思ってるっていうことは感情を否定していることになるのか、うん、うん、どうして否定していることになるんですか、それは価値に頼るとやっぱり、まあ、人に認めてもらおうとして、うん、自分の本当の感情を見なくなってしまう、いえいえ、これはいいですか、自分は一つしかないと思ってるからです、いいですか、価値を感じられないっていうことはね、自分を感じられないっていうことは当然のごとく、ね、
私っていうのはこのがだけじゃなくて感情がある、はい、そうすると感情があると自分を感じられないときは感情を無視している感情が見えてくるんです、うんうん、ががっていうか価値がなくなってくると、うん、この逆に感情が見えてくる、うん、そうだけど霞さんの場合自分はがしかないがしかないと思ってるから、うん、この感情は、うん、感情がもし自分だとしたら、価値を持てるのには間違ってる、うん、価値が自分だと思っているこの自分はなくなるというか自分じゃないっていうことになる、はい、だって自分は一つしかないんでしょ。自分は価値か感情かどっち。もちろん霞さんの中では価値だと思ってる。感情が見えてきたら そっちは本当ですね。こっちは本当だけど、うん、本当だけど感情が見えてきたらどうする。あ、その感情を否定したくなるって。感情が私だったら困るわけですね、うん、だから感情であるね、気持ちを否定する。なぜか価値が自分だと思いたいから。それが苦しくなる原因なんですか。それが苦しくなる原因なんです。だから苦しいっていうことはね、絶対に感情を否定してるってことなんです、ね、私が一人でどれだけ苦しい思いをしてきたのっていう人がいるけどね、一人で苦しいっていうのはそれはあなた自身が人が、ね、人がいてほしいと思うのは自分はこの我の方だと思いたいからなんです、ね、我が自分だと価値のある自分の方が自分だと思いたいからなんです。これが自分だと思っているものがあるんです。これが自分だと思っているものを日々感じるために生きてるんです。でも一人になると、ね、この価値を感じられない。価値を感じられない。で、感情が見えてくるんです。感情が見えてくる。その感情は、ね、いわゆるこの我から見たらいらないものだから否定しようとする。否定しようとする。否定しようとするから否定するっていうことは別にこう責めてるわけじゃないんですよ。責めてるわけじゃないけど見ないふりをする、無視をする、いないものだと思う。それはその寂しいっていう気持ちを見たくないってことですか。そう、寂しいっていう、だから寂しいっていう気持ちを見たくないって、寂しいっていう気持ちを受け入れると自分はどっちだって話になるんですよ。どっち、どっち。これは どうしてその一つ、どっちが一つになっちゃうんですか。そのどっちが一つ、それはだって自分っていうのは一つしかない。それが我だからです。我の自分っていうのは一つしか存在しないっていうふうに思うのが、ね、自分がいくつもあるなんていうふうに思わないのが私のその我というものなんです。我の特徴というか上一実際一なんです。一つ一つ一つじゃないといけないわけ。私っていうのは一つしかないはずなんです。二つも三つもあったらこう困る。一つしかない、一つしかない。だから我か感情かどちらかってことなんです。だから感情、
自分を感じられないと感情が見えてくるけども、あえてこう見ないようにする。その自分の感情に対して否定してるわけじゃないんですよ。もういない、存在してないかのように見るってことです。でもなんでそんなにそうそう思ったくなったんですか。はい、あのいや、じゃあ人によっては我がありながら感情を認められるっていう人も いるんですか。いや、それは我はね、我は本当の自分ではないって思ってないとダメ。我は、これは私の中に我はあるけど、これが私ではないっていうふうに思ってる人は寂しいってなります。だからこの我っていうのはね、無常によって崩れるから、無常によって寂しさを気づく人が多いわけ、ね、つまりこの我はあるけど、それは仮にあるだけで、こっちが本当じゃないっていうふうに思ってるってことです。その側は自分、本当に自分ではないってことが分かっているわけです。そうそうそう。だからね、ここはすごく大事な部分なんですよ。で、私が一人にさせておいて、例えばお母さんだったね、私が一人ぼっちにさせておいて、こんな悲しい気持ちになったの、どうして分かってくれないんですかって言った場合は、それは寂しくないんです。苦しい方なんです。つまり私の我を、ね、私は価値がある人間で、人からは私は大事にされるというこのイメージをよくも崩してくれたなっていうことで腹が立ってるだけなんです。こっちの寂しいっていう気持ちが本当に分かったら、寂しさで訴えるんです。怒りじゃないですね。そう、本当に一人だと寂しいから一緒にいてくれないかい、ね、お願いします、ね、この寂しいっていう気持ちのために、自分のプライドっていうのは我ですから、プライドを捨てられるんです。だってプライドっていうのは私じゃないから、いくらでも捨てられるんです。そう、でも私たちは我が自分だと思ってるから、プライドもひっくるめて自分だと思ってるので、ね、一人になると、ね、苦しいっていうのは、人が私の方をね、こっちに来てくれない、ね、来てくれないってことは私に価値がないのねっていうふうに感じちゃうわけ。価値があれば人は来る、価値がなければ人は来ない、こういうふうに思ってる。だから私の方にやってこないってことは、私は価値がないからやってこないのねと。ひどい、私の価値を認めないなんてひどい、それで怒りになるわけ。寂しくないんです。寂しい、この寂しさっていうことに気づくっていうことはね、その我がその崩れないと、崩れるっていうことは我が私じゃないっていうことがわからないといけない。だから仏教を聞いてもこの苦しみが全然変わらないっていうことは、それだけこうずっと昔からね、我が自分だと思う、カンカンに思ってるってことなんです。それはなかなか崩れないというか、理解もできてないんですか。そう、理解もできない。理解もう完全にもう自分だと思ってるものが自分だと思ってる。で、彼女にも自分だと思ってるものを認めてくほしいと思ってる。一緒にいても自分だと思っているものを認めてくれないから、自分を感じられずに苦しいって言ってるわけ。あと顔を見てほしい。そう、顔を認めてほしいだけなんです。寂しいから一緒にいてほしいと思っているわけではないんです。そう、寂しいから一緒にいてほしいなら、別にゴロゴロしてるから全然癒されます。ガチンガチンその価値を信じ込んでるっていうのは、どうやってもうこうやってもう何回も調和して、いや、これはね、あ、もう自分
でね、分からないといけないわけ。分からない、自分だと思っているものが絶対ね、和美さんの中にあるんです、うん、自分はこういうものだっていうふうに思ってるもの、ね、その思ってるものに対する執着ものすごく強いわけ、うん、これは自分だと思っているものに対してね、ギューッとこれが私、これが私、これが私っていうのがすごい強い、うん、まあ、実際自分で自分のことを褒めてあげるっていうか、なんていうの、例えば自分もすごい仕事ができるんだとか、うん、だからこんな給料で安い給料で、うん、やってるけど実は自分はそれ全部ガチャ、そう思ってるわけですね。そうそうやって自分のガを一生懸命こう自分に声をかけることによって保たしてるわけです。そう思っていないと やっていけない思ってないとガンが崩れそうでやっていけないわけ。だからよくあるじゃないですか、その本とかにね、自分を褒めてあげなくちゃいけない、ね、褒めて自分は本当はすごい人間なんだ、すごいぞ、やれるとかね、全部ガンなわけですよ。ね、みんなは俺でくれないから自分でも褒めてるんです。そう、自分で一生懸命がを一生懸命自分で褒めて自分のがを保たせようとしてるわけ。それは妄想までいきますね。そう、妄想まで、本当にな、自分はすごい大発見してる、なんか、ね、そうそうそう、全世界で称賛されてるとか、ね、そうそういうがを作りたいです、ね、それはよく起きますね。そうそれだけがを一生懸命価値だから、それはね、ここでも言うように価値があれば人がやってくるわけ。人がやってきてほしいのは寂しいからなんです。寂しい、でも寂しいから人がやってきたとしても、ね、人が認めてるのは私の価値であって私じゃないわけだから、この寂しさが全く癒されないんです。その価値を手放さないと、その寂しさっていうのは見えてこないんですね。そう、この価値はやっぱり無常ですよね。だからこう整理をね、買っては捨て、買っては捨てっていうことを繰り返しながら、ああ自分が買うことによってね、何が欲しいかって価値が欲しいわけですよ。価値を手に入れたいがために買うんです。それを捨てることによって、あ、この価値っていうのはいつまでも自分に寄り添うものじゃないんだなっていうことを知っていく必要があるんです。価値が私じゃない、私はこの寂しい方が私なんです。でもこれが全く今無視されてる状態なんです。なぜかって、この価値の方が自分だと思いたいから。これが、この考え方が一貫して変わらないから武器を聞いてるけど、この苦しみは抜けないわ。苦しみが抜けるとどうなるかっていうと、寂しくなるんです。だから抜けたら分かる、はあ、寂しいな、一人でいると寂しいな、これが正常なんです。でも正常の人ってそんなに多くない、多くないみんなガーガー自分だと思う。無常 で初めてパッと気にするっていうことがあるっていう話ですけども、そういうなんかきっかけがないと、なかなかね、やっぱりその、いや、きっかけがないからきっかけを作っていくんです。きっかけを作っていくっていうことは、買っては捨て、買っては捨て、買っては捨てを繰り返していく、ね、買うっていうのは、私たちは、ね、私たちというか勝美さんの場合は、我を満たすために買うんです。我を満たすために買う、つまり私の価値の象徴として買うんです。だけど私自身がそれを必要としてるわけじゃない。だから使わなくなるんです、我で買ったもの。それを捨てると、あ、これが私だと思ったけど、これが私じゃないんだなっていうふうになるわけです。
それを買って捨てて、買って捨ててっていうのは、うん、無常感じることになるっていう。そうそうそう、無常を感じることになる。無常を感じた、これが自分じゃない。結局無常を感じる一番の目的はこの我が私じゃないってことを知るためなんです。お父さん、わかります？我が自分じゃないという。お父さんね、思いっきりカンカンに我が私だと思ってますから。思ってる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 、もう本当に我が私だと思う。カンカンだからね、この私がこのまま死ぬと思ってますから、この私のまま死ねると思ってますから、ね、私と思ってるのがカンカンに我なんです。が、ね、がなん、ね、これどうしたら感情の方に移せれる？どうしたら、だからどうしたら移せれるかって言った時に、ね、その自分の心が傷ついた時の反応なんです。自分の心が傷ついたらね、ね、腹が立つっていうのはもう 100% がなんです。感情が傷ついて腹が立つ。これはもう我なんです。悲しいなっていう。これが我から離れてきてるってことなんです。悲しいと思う、寂しいと思う。いや、感情が傷ついた時に、人から何かされて、それで感情が傷ついて腹が立つっていうのも、それは自分の我を傷つけられたから腹が立ってるわ、うんね。腹が立つのは間違いなく我が問題になってる。感情が問題になっているときは、傷ついた感情が悲しかったってなるわけ。悲しいになるわけです。ね、ああ、自分っていうのはこういうことで腹が立つ、こういうことが腹が立つ。腹が立つっていうことは絶対に、我を否定されたから腹が立つんです。ああ、それだけ自分は我が自分だと思ってるんだなっていう自覚が大事なんです。ね、もう、カンカンにね、カンカンに結局ね、我が私だと思ってるっていうことに気づいたら我から離れられるんです。が自分じゃないから。そんな私なんて我が私なんて思ってないと思ってるから我が私だと思ってるんです。ね、だって我が私だと思ったら我イコール私じゃないじゃん。価値イコール私じゃない。冷静に考えて頭があるんだから。ね、ああこれ私じゃないなっていうことが分かるんです、うんうん、でも私たちは我が私だと分からせないように巧妙にやってるわけ。巧妙にね、巧妙に気づかせないように、気づかせない、私って何かなんて考えることもしないんです、うん、なぜかって我が私だとカンカンに信じてるから。それをああこんなことで怒りが起きるってことは、あの時説法で聞いたように我が私だと思ってるんだ、うんなあと、ここに何度も何度も気づいていくということが大事なことなんですね。分かっていただきます。